うちパシリ2人雇っとっちゃう。いやちょっと言い方怖すぎ。そうパシリ2人雇っとって、うん、でパシリ世田谷住んどって、うん、で俺その時渋谷おって、うん、ジュース買いに行かせたことある世田谷から俺ジュース買いに行かせたことある。マジでバカやろ。もう自分で買ったから入ったし。そっちゃちょジュース買ってきてっつってパシリという役割のもと、うん、うちの会社に入ってきとうなら、うん、パシリとして扱ってあげるべきや。まあそうね、それが仕事だもんね。そうパシリとして本人が了承を得た上で、うん、パシリとして働いとやったら、うん、それはパシリとして使われるべきやけ、うん、パシってやろうと思って仕事をつって、ああ今みたいな動画の編集してますみたいな、ちゃんと仕事してちゃんと仕事してマジで、ちょジュース買ってきてっつって鬼そんな時代もありました。いや今もやろ絶対に。いやもう最近はもうさ大人。でもやちゃちゃ聞いて、うん、パシリがマジでポンコツなんよ、うん、なんで。えもうすごくて、うん、ちょっと前さ名古屋で DJ あって、うん、DJ するけんさ機材だけ持ってきてほしいっつって、うん、うん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 、で機材が1個壊れとって1個壊れてなかったっつって、うんうん、それも1個壊れた方も分かりやすくこう回すつまみも取れ通しみたいな、うん、横のこれもないし見たら分かると、うん、壊れてるって、うん、でもう片方新品でピカピカ、うん、やけん、うん、でもバカやけん、うん、一応教えてあげようと思って、うん、これ壊れた方になってて見たら分かるやろ、うん、これが壊れた方、これが壊れてない方、うん、壊れてない方持ってきてね、当たり前じゃないですか、任してください、こっちっすよね、こっちどう見ても壊れてるじゃないですか、うん、そらそうやわっつって、ごめんなっつって、お前のこと舐めすぎたわって言って、うん、じゃあ現場でっつって現場ついて、うん、お前機材持ってきたって言ったら、まあ任してくださいよって言って、壊れたことらしいからこいつマジと思って、お前マジでいい加減にしろよっつって、バカそれ、お前マジで本当にふざけんなっつって、こんなこともしきらんとって言って、やばいよお前やりようことマジでやばいけんなっつって、しかもそいつマジで28とかっちゃ年上、お前マジでやばいけんなっつって、本当にいい加減にしろよっつって、どんだけポンコツに生まれたらそうなるとやっつって、もうお前には頼まん、いいよ分かったっつって、どうにか機材間に合わせでどうにかして、で現場終わらして、お前もいい知らん、お前には何も頼まんっつって、うん、もう一人パシリがこういう時のためやっつってもう一パシリね、もう一パシリ、俺こっち来いっつって、うん、マジでこれ持って帰っとってっつって、うん、分かりましたみたいな、持って帰れるやん、それぐらいできるやん、うん、マジでさ、こいつは違うんですよ、うん、なんかパシリも、パシリ同士もおもろいのが、パシリ二人おったら、うん、助け合えばいいのに、殺し合うっちゃう、え、意味わからんなんてこのパシリとかをなんか見せたとき、いや、あいつがやってましたみたいな、すぐ言うタイプで、いや、僕はあれだったんですけど、あいつがやってたから、みたいな、で、いや、任してください、そんな持ってこれんやつなんかに比べたら、うん、僕持って帰れます、うん、持って帰るだけですし、みたいな、うん、そうよな、じゃあお疲れって言って、うん、これ東京帰ってきて、で、あ、お疲れっすって、パッと事務所来て、うん、で、お前パソコンはって言って、うん、おーみたいな、いや、でもとりあえず機材持ってきたんで、機材これで、うん、って言って、お前パソコンはって言って、えみたいな、いや、絵じゃなくて、みたいな、パソコンお前に渡したよ、みたいな。いや、へじゃないし、うん、はお前やばいよって言って、お前止まっとったら電話しろって言って電話したら、うん、すいません、ゴミと一緒に出してました。え、やばいやばい、お前人のパソコンゴミと一緒に何まとめとったお前っつって、大概にしときよお前っつって、ゴミに出したの、すいません、ゴミと一緒にまとめてたみたいでって言って、ふざけんのも取り返ってこいっつって、あ、取り返す、ちょっと本当にやばくない？そっちゃん。いや、で、なんか一回、社長と話しとって、うん、もうちょっと役に立つパシリが欲しい。パシリはパシリでも。うん、あんな地下帝国から連れてきたような、カイジみたいな、いらんっつって、あんな成り上がれんカイジ二人みたいな、いらんマジでっつって、話しとって確かにみたいな。確かにあいつらはマジでやばい時やばいみたいな、うんうんうん、って話しとったけど、うん、もうよくよく話しとって気づいたのが、うん、やっぱできるやつはパシリなんかならんのよね、うん、やっぱできんやつがパシリになるわけよ、うん、だけどしょうがないかと思ってさ、うん、できねえからパシリなんだそれさ、めちゃくちゃ支障くるくない？いやマジでやばいよ、機材運ぶだけでしょ、うん、機材も運べんいや、なんでパソコン捨てたかマジで謎、うちのパシリ機材運べんじゃん、片パンし片パン、いや、やけん事務所にムチ置いてて、レコーディングね、そのパシリの片方はトラックメーカーだよ、てかトラックメーカー兼パシリなの片方、うん、で一応まあ俺らの中でなかなかいい曲とか出しとっちゃう、うん、まあまあ仕事できるやつだけど、うんうん、けどなんかそのそいつが作ったトラックのレコーディングがあったっちゃうの、お前がもちろん作った曲やけん、 お前ディレクションで入ってほしいけん、レコーディングこの日18時からやけん来とってって言って、うんうんうん、ああ分かりましたって言っとって、違う18時じゃないか19時か20時か、うんうん、で全然こんかったっちゃう、うん、全然こんし連絡つかなくて、うん、でも18時とか19時に寝とう人間って存在せんやん、うん、どんだけ早く寝るやつでも、うん、まあ早く寝て21時やし、うん、どんだけ夜遅くまで寝とうやつでも17時には起きとうや、うん、18時19時って全人類起きとう時間って思っちゃうね、うんうんうん、なんでこの時間で連絡つかんとかなと思って、うん、でちょうどさ、そのトラックメーカーの近くにさ丸がおったけん、うん、ちょっと見に行ってんっつったら、うん、寝とうわみたいな、
こいつ爆睡超えとみたいな、ガツキに変われっつって、あ、無事無事、そう、今起きましたみたいな感じじゃん。バリムガツくと思って、何時と思っとうてんみたいな、あ、分かりましたって言って、パパって切って、そっから10分連絡取れんかったっちゃん。マルにもう一回行かしたっちゃん、ちょ、お前見てんっつって、二度寝しとったっちゃん。こいつ、うわもう、こいつクソやろと思って、マジでいい加減にしろよと思って、お前マジで大概にしときよっつって、で、そいつの家から事務所まで15分ぐらいで作っちゃうね、うん。で、お前マジで10分以内にこんかったら、マジ一発につき一発殴るけんなっつって、大概にしときよお前っつって、おお、分かった、今から行きますって言って、で、20分こんかったっちゃうね。ちょっと待って、せめて連絡くらいしろよと思って、うん、今出ましたとか、うん、もうすぐ着きますとか、するね、なんで連絡すらないねんこいつと思って、うん、出ましたっちゃう。したら、ほうみたいな、お前何しようとって言ったら、うん、友達が今日引っ越しだからみたいな、やばいやばい、とんでもな角度できたんやけど、ガムテープ買ってきてって言われたから、今コンビニでガムテープ買ってますって言われたわけよ。ここに疑いの余地ないわけよこいつ。ガムテープ買っとうことが正義と思っとうわけよ。自分は今、俺は今友達のためにガムテープを買ってあげているの感じないよ。もうだけ立派なことしとうみたいな感じじゃん、うん、今友達が引っ越しながらガムテープ買ってあげてるんですよみたいな、優先順位つけれないのかな、どうしようこいつと思ってじゃあ分かったと、今からお前がじゃあ急いでそのガムテープ放り投げて事務所に来るか、うん、俺が怒りながらそっちに行くか決めろっつって、うんうん、ただ俺がお前そっちに行った時にはお前もマジで最後やけんなっつって、うん、言葉のあやでも何でもなく殺すって言ったっ何の冗談でも比喩でも隠喩でも直喩でも殺すって、今から行きますってねでバッて来て、うん、バリムカついたっけ、ちょっと座ってんって言って座らしてから、うん、膝小僧をね、うん、履いとったスリッパでお前はさって言いながら、うん、何回言ってもさ、グーとかで殴るのはなんか違うやん、うんうん、身近なもので手頃な罰をみたいなコンセプトのもと、うんうん、なんか多分ね50発ぐらい殴ったじゃん膝を。結構殴ったね、思ってる殴ってた。だから途中から口パクパクしとって、うん、そんなんもなんかちょっとムカつくやん、うん、絶対そんな痛くないのに、うん、絶対さスリッパごときで膝叩かれて、うん、そんな痛くないのに、うん、なんか口パクパクしとるのもマジでムカついたっちゃん、うん、で、何やこいつと思って、うん、その痛いふりもすんなお前っつって、うん、パッて見たら、うん、膝がなんかチャリンガみたいなとさっちゃうで、あれと思ってパッて見たら俺なんかその時履いとったサンダルが革の硬いやつで、俺俺それなんか結構怒っとったっけ、うん、ここの素材とか気にせず言っとったっけ、そっかと思って、あ、すげえ痛かったのかと思って、あ、そう、ごめんってなって、うん、で、なんか俺こうやって気づかず人を怪我させてしまうことがあるかもしれんな、今後と思って、あー、うんうん、優しさの無知を買った、うん、そうで、じゃあせっかくやったらその叩く用のもの、うん、こう叩いても怪我しないものがいいじゃんと思ってさ、なんか、うん、こうやってこれからもさ身近なものとかでなんかしよったら、うん、いつかとんでもないことになるかもしれんと思って、はいはい、っていうリスクヘッジのもと、うん、ムチを買った。ムチもでもとんでもないことならんの？あのバラムチっていうのがあって先が結構バラバラになって、あ、はい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 、あっちの方が痛くないっちゃう。そうなんや。そう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 、もう一本の長いのは、うん、血からいっぱい打つと皮膚とか裂けるらしい。なんかさ裂けて血とかめっちゃさ皮膚が、そう、俺パイレーツオブカリビアンで見たことあるじゃん、看板長がムチを打つと背中の肉がそげるって言ったじゃん、うん、ここら辺の、ね、海鮮いっぱいつけたやつ、海鮮いっぱいつけたやつ、やっぱバラムチにしてあげようと思って、うん、背中の肉がそげたらやばいやでもねその時点でもやばいけどね、だけムチにしちゃっちゃうけど、うん、ムチにしたらパシリ二人がしくり合うようになった。あいつマジまた来んの遅かったから、これムチ2っすねって勝手に決め始めるとやばく勝手に決め始めるっちゃう。ね、待って、みんなに、いやね、ムチで優しいって言い出したけど、会話の内容でみんなバグってきた。ちょっとムチは優しい、ムチは優しくない、優しくない、そうそうそう、あくまでも優しくはないけどやばそうとか、 お前今日遅刻したやろ、遅刻したのは別にいいけど、うん、買ってこいって言ったもんも全部買ってきてないなみたいな、うん、これは3発っすとか言っちゃう。なんでお前が決めるんだよ3発か3発かどうか俺が決めんねん。なんでお前の言われた通りに俺ムチ振るわないかんねんと。一応同調してるつもりなんじゃない、もしかしたら。これは3発っすとか言って、なんちょっと上に立ってこようとするっちゃう。いや、やばい、3発です。いやでもそのパシリさん2人結構やばいね。やばい、そんなんしか俺はうちの会社まで。だってさ、まずさ物事の優先順位がつけれないってことでしょ。だってレコーディング優先じゃ、どう考えても、うん、どう考えても、うん、ね、うん、リペゼンの仕事一番に決まっとんやん、うん、そこで雇われてんでしょ、うん、なんでガムテープに行ったか本当に一番謎 で、うん、でしかも普通だったら、これね、私のスタッフにも思うことなんだけど、うん、なぜちょっと遅れてたりとかしたら、今どこどこにいます、あと何分後くらいには地図でつきそうなんですけど、またご連絡しますねとか、ちょっと
とほうれん草をこまめにやるだけで仕事ってスムーズにいくのにやんねんだよって思うときな。わかる。でも俺らの会社もほうれん草マジないけん、ちょっとそれはあんま言えんわ。マジ。ちょっとほうれん草ない人に石投げれん俺。石投げれん。実は投げれんちゃん。うちの会社マジでないけん。あれは見た。あのペーペードームで社長がリハーサル寝坊したっていう話はめちゃくちゃ笑った。あ、始球式やろ。あ、そう、始球式。こんかったよね、普通に。リハーサル。こんかった。やばいね。しかも何がやばいって、うん、あいつが前日一番長く寝とっちゃう。準備満点だった。一番長く寝とうと。俺ら別にそんな寝てなかったっちゃん。そんな寝てなかったけど、朝早いのやばいね、大変やね。でも、さすがにドームやし、俺らみたいなの呼んでもらっとるのはありがたいけ、さすがに行くかって言って、行ったっちゃん。したら、いっちゃん長く寝とった社長が、いっちゃんこんかった。本当に起きれなかったんだ。びっくりしとった。起きれんかった自分に。なるほどね。でもなんでこいつ今更びっくりしとっちゃろうと思って。いや、でも攻めようないな、それ。もともとそういうやつやったし、なんか。はってなったやろね。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。